こんにちは、松潤さん。やっぱりね、昭和の風景といえば商店街ですね。商店街の温かさ、まあ、利用してた当時は不便だなとか思ったもんですけども、やっぱりね、魚屋さんに魚があって、こうやって呼び込み、それから商店街の福引き、夏祭りになったらやっぱりね、夜店、こういったものがありましたけども、現在私の町でももう夜店はありません。そればかりか、商店街もほとんどが歯抜け状態で、全部ね、空きテナントですよ。不動産屋ぐらいですかね。不動産屋さんもね、でも駐車場をやってるぐらいで、賃貸とかっていう契約はほとんど取り扱ってないと聞きます。で、最近その不動産屋さんのオーナーさんもお亡くなりになって、で、証券会社でね、仕事をされていた方が急遽戻ってきて、半分半分でね、証券会社の仕事と不動産の仕事半分半分でやってるのが現状です。まあ、ですんで、こういった後継者がいなくって廃業とかね、そういった問題も結構起きてくるんですよ。で、松潤さんね、私の町の商店街って面白いことに、バブルの時代にものすごくね、事業を拡大したところが多かったんですけども、いわゆる儲かっちゃったんですよ。でもそこに地域のね、裏社会の方が目をつけて、博打で全部店をね、取っちゃったんですよね。で、商店街のオーナーさんはもうちりぢりになっちゃったわけですけども、それを買いただいた、いわゆるそういう組織の方、どうなったかっていうと、その後のバブル崩壊で売るに売れなくなって、そのまま商店街が放棄状態になっちゃって、今に至るんですよね。いや、だからね、本当に、まあ、そういう話もありますけども、日本の風景の一つには商店街というものがあるなってことをね、思うばかりでございます。まあ、それから集合団地とかもね、今はもう少なくなっちゃいましたけども、なんかね、そういうふうな団地、住宅、社宅、こういったものも懐かしいですよね。昭和生まれっていうのはやっぱり懐かしさってものにかなり惹かれちゃうのかなと思いますし、新しいものも追い求めて私たち昭和世代は生きてきましたけども、今になって思えば、あの頃ってもしかしたら幸せだったのかもしれないなというふうにね、なんか美空ひばりさんのあれからを思い出してしまいますね。はい、じゃあ美空ひばりさんのあれからをちょっとね、見ていただくためにリンクの方を貼っておきますので、そちらの方をご覧ください。じゃあ松潤さん、また。